日本の代表的な戦国大名の一人、上杉謙信ウォーロードとは、将軍、司令官、軍閥の長などを意味する。ある地域を中央の権威抜きで民事、軍事共に支配した指導者のことである。各国の内乱期の指定者などが代表例で、日本においては戦国、大名などがウォーロードの代表例にあたる。また、戦手と呼ばれることもある。 英語の o r ーロードという単語が最初に登場したのは1856年で、ある。アメリカの哲学者にして、詩人のラルフ・ワールド・エマーソンによる、イングランド貴族性に対する評論の中においてで、あった。パイラシーウォーゲーブ・プレイス・ツートレード、ポリティックスアンドレターズ、ザ・オー、ロード・ツー・ザ・ロー・ロード、ザ・プリビレッジ・ワズケ・ヘプト、ワイルスト・ザ・ミーンズ・オブ・アブテイニング・イット・アーチェンジド、非英語圏において、 ウォーロードという単語が用いられたのは1861年のドイツであり、訳語のクリグシェールとして用いられた。これは大韓後の初代ドイツ皇帝ビルヘルム一世を指すものであった。20世紀初期には、この語は中国語で軍閥として採用され、1911年の武将期に及び侵害革命後の状況を説明するのに用いられた。当時、 地方指導者らは、その紙兵を用い、国をかけて争い、また、領域支配をめぐって競争し、軍閥時代と呼ばれる一時代をもたらしたのである。軍閥という語は、訴求的に中国史を通じて、暴力の行使、または暴力による威嚇によって、政治的支配領域を拡大した、地方の紙幣組織の指導者を指して用いられるようになった。また、 ウォーロードザムという語も1920年代の中国動乱期を説明するのに作られた用語で日本の戦国時代をはじめソマリア内戦などの説明に使用されるようになった。中央集権国家で権力維持に失敗した失敗国家内戦中の国で頻繁に使われている用語である。近年の使用例ではソマリア内戦、アフガニスタン、チェチェン共和国、 イラクなどを説明するのに使われた。代表例、曹操、東卓、旅夫、劉備、安六山、カバ野千万目、金星、張作林、張学良、張総省代表例、小田信長、伊達政宗、毛利元成ドイツの空位時代の有力者や、傭兵団の勢力地域においては、ジョンホークウッドなどの傭兵団長、カタルーニャ傭兵団のロヘルデフロールなどが、 ウォーロードと考えることができる。なお、翻訳元となったクリグシェールであるマクシミリアン一世自身は正式な選出と法的手続きを経て即位しており、ウォーロードではない。ウォーロード、ディフィニションオブ・ウォーロード・バイザー、フリーオンライン・ディクショナリー、シソーラスエンサイクロペディア、THEFREEDICTIONARY.com 2010年6月25日閲覧。エマーソン、ラルフ・ウェルド、イングリッシュ・トレーツ、ロンドン、ジョージ・ラウト・レッジ・サンズ、ピアニッシモ、168ア・ハラーム、アリエル・チャールズ・キング、ザ・ウォール・ード・アズ・アービト・ラージャー。セオリー・ソサイティー41、169、ドイ、10.1007、S1118601191624、ウォルドレン、 アーサー・ザ・ウォーロード・トゥエンティース・センチュリー・チャイニーズ・アンダーシュタン・デングス・オブ・バイオレンス・ミリタリズム＆アンド・インペリアリズム。アメリカン・ヒストリカル・レビュー九十六九百七十戦二十二チャイニーズ・ウォーロード・ザム・ビブリオ・グラフィー。サイエンス。jrankorg 二千十六年五月七日閲覧。クローのニック・ロンド。 キャンディス、ディーリングウィズ・ブルータル・アフガン・ウォーラーズ・ウィズ、エイ・ミステイク。ボストン .com。http コロンスラッシュスラッシュ www.boston.com。スラッシュ B-O-S-T-O-N-G-L-O-B-E スラッシュエディトリアル。オピニオン・オプット・アーティクルズ・2010-01-17ディーリングウィズ・ブルータル・アフガン・ウォー s w ズ・ウィズ、エイ・ミステ k ク。2010年6月25日閲覧。 モレレイジョや、ザビッグライオブアフガニスタン、マイカントリーハズンとビーンディベレーティッド、イッツスティルアンダーザウォーロアズ、コントロール、アンドナトーオキペーションオンリーリーニアフォーセスゼアパワー、ガーディアン、HTTPWWW. ガーディアン、c o UK、コメンツフリー、二千九ジュル二十五アフガニスタンオキペーションタリバンウォーロアズ、ありがとうございます。